はい、皆様こんにちは。本日4月25日日曜日でございますね。平山茂と申しますっていう感じで始めます。どうも皆さんこんにちは、平山茂と申します。本日は4月25日日曜日でございますね。時刻は5時を回ったところでございます。さあ日曜日ということなのでね、また明日からお仕事という方もたくさんいると思います。明日月曜日の楽しみをね、皆さんにちょっとお届けしたいということで、毎週月曜日はロト6を買ってね、ちょっと結果発表とかしてね、ちょっとね皆さんにちょっとでも楽しんでいただけたらいいなと思いながらやってるんですけども、ちょっと明日ちょっと買う時間がないかもしれないので、ちょっと今日のうちにね買っちゃおうかなと思っております。ちょっと買ってまいります。トン！トン！テイ！ロト6買ってきました。また明日抽選しますので、ぜひ楽しみに。もしかしたら100万円があなたの元にやってくるかもしれません。当たらないと思ってるでしょ。当たらないと思ってます？当たりますからね、明日。絶対当たる。いや、絶対は言い過ぎました。当たる確率は十分にあります。何千万分の1ですからね。まあ、いけますよ。いける。僕が生まれた確率に比べたら、眩しい。大丈夫だよ、大丈夫。太陽に向かって言ってます。大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。若干斜視なんだよな、目がちょっとあさっての方向いちゃうんだよな。気抜くとこうなんか 目の焦点がね合わなくなるんですよね。ちょっとこっちの方みたいな。なんか昔練習しちゃったんですよね、この目をなんか右と左で違う方向に向かせたいなっていう、そう思ったんです。それでなんかいろいろ練習してたら、多分筋肉がちょっと緩んだのか発達したのかわからないですけど、こうやって気抜いてなんか放心状態みたいな時とかになると、勝手にもう目がこうなってくるんですよ。なのでちょっとご了承ください。たまに目が焦点合ってない時あるかもしれません。僕もちょっとよくわからないんですけれども、そんな時があったらコメントください。目があさっての方行ってるよって。ちょっと適当に車走らせて、美味しそうなラーメン食べて帰ります。ではまた皆さん明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。また明日。ライライテミッケ。